本日も始まりましたサーモンランスプラトゥーン3、ムニエル海洋発電所、武器はノバブラスターとフォアドロッパーブラックと竹とあとエクスプロッシャーです。あまりいい構成とは言えませんので、ちょっと難しくなるんじゃないかなと思います。これはね、あの片っ端と倒す時は便利なんだけどね、それ以外はあまり強さは分かってないね。私の使い方が下手なんだけど、まあ、周りがうまいから大丈夫でしょう。当たった、当たった、いい感じに当たった。剣も弱いよね。さあ、バックンだからね。落ち着いてやれば、ね、無理はでかいからね。無理関係はでかいから、無理関係はでかい。爆弾いるね。うまいね。蛇をしとくっていうかね。倒した。これやっぱ撃った後の間があったらね、これがちょっとすごいね。撃った後の間がしんどいです。これ以外は大丈夫ですね。近場に撃ったら強さは3人で撃っていくので、ここら辺から撃ったらいっぱい近場のやつは無視。さあ、なんとなくみんなが上手いんで、Web1 はね、クリアできたけど、結局ね、なかなかプレイは上手くなってきたんだけど、実況が上手くなるんだよね。誰か実況のやり方を教えてくれ。というわけで、夜か。反撃機です。あっち側ですね。ナイス。ここで持っていかれたらいいんだよ。さあ、25。もう外したないの、しれっと外してた。さあ、まあ短期ってなって、俺が負けてるところ見たことないと思う。最後一発です。どこで発生したかな。50ぐらいいけそうだ。この武器のあの鮭の倒し方は気持ちいいよね。バションってね。さあ、ウェブ3クワッドホッパーフラッグ、これも微妙な武器なんだよね。使いやすそうに見えてね、意外に使いにくい。普通にプロモデラーとかあるわけ。さあ、ってあっちに渡りたいんだけど、渡れないっぽいんで、無理せずこっちに行きましょう。さあ、メガホンレーダー使わないとね。今、みんなが使ってくれてるから、今はスマホを入れるタイミングで、循環コードを使うんですね。よし、これぐらいだ。
弱えな。メガホンレーター弱かった。メガホンレーター乗れるんだ。まあ30秒あるな。諦めたら悔しいよ。はい。さあ、ちょっとみんな焦ってきた。あいつうまい。あの子がうまい。逃げてくれてる。はい。いけろさあ、今ので10秒ぐらいは過ぎたんじゃないでしょうか。そうだね。はい。うまいね。さあ、タスが現れたよ。タスとロボットはどっちが強いと思いますか。答えはしょうもないだよね。めちゃくちゃつまんないこと言ったな。さあ、気を取り直して、ペンか。どこにいるのかな、タスちゃん。タスはね、キラのところをね、打てばいいらしいから。さあ、もう動いたな。さあ、倒した。おっと、ね、うん、おお、しった。今完全にしったね。前ね、味方があって倒してくれてるわ。あ、取れた。さて、下沢の状況はどうだ。ちょっとなんだけどな。あとちょっとなんだけどね。無理か。いや、惜しかったね。あ、おい、なんだよ、9枚ってなんだよ。銀をくれ、銀を。いや、今日はね、蒸し暑いね。さあ、ちょっとね、ドリンクを手に用意してみます。さあ、で続けて次のバイトに行きましょう。勝てたっぽいのにね、欲しかったね。さあね、今日暑いからね、飲み物をね、今飲んでいます。さあ、問題です。何の飲み物を飲んでいるでしょうかというね、三択にしようか。1、コーラ。2、お茶。3、梅酢のサイダー。さあ、答えは、ね、季節的にも梅のサイダーですね。梅干しじゃなくてね、梅をね、シロップにしてね、で、サイダーで割ってます。ということは健康的で体にもいいということですね。まあ、砂糖がいっぱい使ってるからね、本当に健康的なのかっていうと怪しい。氷砂糖がね、ボンボンあるからね。氷砂糖がボンボンあって、さあ、今ね、分かったかな。下で一回止めちゃったんだけど、上まで上がってきてもらったんですよね。さあ、そしてフォアドロホッパーグラブ、なかなか使えるじゃないですか。さあ、一回戻します。当てに行ってもらった方がいいかな。しっかり行ってもらった。チームワークが大事だから、自分で何度も行ってもらった。おー、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 おー
パフラッグは上向きだから、こういうのに避けてくるわね、すごい。これみんなで弾をね、お向かないといけない、いろいろ。あそこが結構うまいね、結構うまいわ。武器は弱くても使う人がうまい。少し楽ですね。まあみんなやっぱり早いね。味方が多分この下です。うまくなりに当たると思う。あとはフォロー。さあ余裕で34つ。今日下手すぎるだろ。もうちょっと上手くなったから喋れ。多分喋んないから、黙ってやってる。わ、運び屋臭いですね。やっぱ運び屋だ。この時期で運び屋か。ちょっと先まで行かないといけないかな。届かないよ。ライドよいしょ。見てるこれは、これはね、うまいですね。私はもう倒せない。味方の援護をするしかない。ああ、死んでもらった。運び屋で死ぬやつがあんまりいねえんだけどね。今ね、実はカメライドを使うことがちょっと迷ったんだよね。これが私のミスです。そういうことはないからね。しまった、ウェブ2だったの。しまった。何使ってんだって。完全にミス。完全に。いやー、カメラで使っちゃったね。何使ってんだと思っただろうな。すいません、ミスです。自分のミスはね、ちょっと謝っておこう。さあ、で、なかなか蒸し暑いね。もうエアコンかけないと熱中症になるぐらいの勢いですね。遠くから
逃げていくって感じだった。というわけでね、2連勝って調子がいいと、ありがとう。